こんにちは。今回は博多コネクティッドについて紹介していきたいと思います。博多コネクティッドとは、博多駅の半径500メートル以内で容積率を緩和し、博多駅の活力と賑わいをさらに周辺につなげていく再開発プロジェクトです。この博多コネクティッドにより、駅周辺の建物20棟近くが新しいビルに生まれ変わります。今回はその中でも特に大規模なプロジェクトを解説していきたいと思います。最初に紹介するのは西日本シティ銀行本店です。博多駅前のシンボルの一つでもあった西日本シティ銀行の本店が解体されました。約1年前は綺麗な更地になり何もありませんでしたが、現在では巨大な重機などがいくつも入り、本格的に工事が始まっています。ここ数年、博多駅前に空き地のあるこの風景がすっかり定着しました。現時点で未だに新しいビルのイメージ図が明らかになっていません。予定では新しい本店はオフィスと商業施設の複合ビルとなり、低層階には商業施設が入る予定です。敷地面積約5200平方メートル、延べ床面積は約52000平方メートルで、地上13階、地下2階の建物になります。竣工は2025年の予定です。次は博多駅空中都市プロジェクトです。博多駅線路上空に福岡のランドマークとなる複合ビルを新たな都市として開発します。敷地面積は約5200平方メートル、地下1階、地上12階建てのビルが建設されます。開発するビルのコンセプトは、国際ビジネス都市、国際観光都市にふさわしい機能を備えた最先端複合ビルです。博多口と筑紫口の回遊性を高めることで、世界から選ばれる街を目指します。用途はオフィス、ホテル、商業、広場などです。2階部分は在来線の線路が通る構造として、低層階に商業施設や広場を設け、3階から8階をオフィス、9階以上をホテルとする計画です。オフィスは博多駅直結の高い交通利便性のほか、価値観の多様化や新たな働き方への対応などの機能を備えた、福岡が世界に誇る最先端オフィスを目指します。ホテルは全室35平方メートル以上のゆとりのある客室とし、また線路上空を生かしたトレインビューを楽しめる客室を用意します。1日約800本が運行していますが、原則列車を止めずに深夜などに工事が進められます。長期間にわたる非常に難しい工事になるとのことです。現時点では博多駅自体に変化はありませんが、博多駅の南約300メートルの場所では準備が始まっています。車両などの進入路を確保する工事が進められており、博多駅空中都市プロジェクトの準備工事と思われます。この計画は列車を通常通り運行させながら駅上空にビルを建設するため、準備にも相当の時間がかかるのかもしれません。完成は2028年末の予定です。次は博多深見パークビルディングです。博多深見パークビルディングは博多駅前4丁目に建設された、地上13階、地下1階、延べ床面積約12000平方メートルのオフィスビルです。オフィスフロアはガラス張りで、2階にはペデストリアンデッキが設けられており、雨に濡れずスムーズかつ快適な歩行者ネットワークを形成しております。1階から2階は店舗が入居しています。2021年2月の竣工でした。次は旧館上天寺通りビルです。2020年4月竣工で、地上13階、地下2階建て、敷地面積2400平方メートル、延べ床面積は2万平方メートルです。博多駅付近の博多ビジネス街と上天寺近辺の
博多歴史像の中間にある立地から新しい和のデザインをコンセプトとしています。高層部は障子など和をモチーフとした細いフレームを採用して、オフィスの先進性と上質感が表現されています。東側の高さ10メートルのピロティは街路との一体感が強く、様々なイベントに利用されており、オフィスワーカーや観光客が行き交う上天寺通りに新たな憩いと賑わいの場を作り出します。次はザ・ブラッサム博多プレミアです。ザ・ブラッサム博多プレミアは博多駅博多口から徒歩7分の立地にあり、 JR 九州ホテルズの宿泊型ホテルとして最上位ブランドであるザ・ブラッサムとして誕生しました。地上14階、地下1階で客室数は238室です。1階から2階は飲食店舗、3階は地域のコミュニティ活動の促進に寄与する博多の街の会議室とオフィスが入り、4階から14階はホテルで、最上階の14階はクラブフロアになります。次は博多駅前通りです。博多口側の正面中央からまっすぐ伸びる博多駅前通りも再整備が進んでいます。福岡を代表する大規模な複合施設キャナルシティ博多につながる道で、博多口から約600メートル、徒歩10分ほどで行くことができます。博多駅前通りでは車線を減らし、歩道の幅を広げて自転車専用レーンを設置するなど整備が行われました。以前から人通りの多い道だったので、歩道が広くなったことによりとても歩きやすい道になります。次は西日本シティ銀行本店別館ビルと事務所本部ビルです。2025年5月に本店別館ビルと事務所本部ビルの解体に着手し、新しいビルは2028年9月頃に竣工を予定しています。博多駅前の本店本館ビルと合わせて合計3棟に分かれている本部機能は最終的に新本店ビルに集約されます。次は筑紫口駅前広場です。博多駅筑紫口駅前広場の機能を強化し、さらに安全で使いやすい駅前広場にするために、去年の6月から本格的にリニューアル工事が行われていました。1年前は工事の真っ最中で、ちょうど屋根が取り付けられ始めた段階でした。利用者が歩きやすいよう5メートルほどだった歩道の幅もおよそ12メートルに広げられました。以前は車が南側に通り抜けできる通路もありましたが、歩行者と車両の交錯が多かったため、現在では完全に歩道になっています。歩行者が雨に濡れず快適に移動できるよう駅前広場を囲む形で屋根が設置されたほか、タクシー専用の乗り降りする場所も設けられました。博多駅は昭和61年には1日あたりの利用者数がおよそ22万人でしたが、平成28年にはおよそ44万人と2倍に増えていて、多くの人が利用する九州の玄関口になっています。福岡市のもう一つの都心天神が大規模な再開発工事中のため、博多駅エリアの重要性は今後もますます大きくなっていくことでしょう。次は都ホテル博多です。都ホテル博多は博多コネクリットのエリア内で先陣を切って誕生したホテルです。博多駅筑紫口から徒歩1分の立地で、1972年から2016年3月まで営業していた博多都ホテルを建て替えた新たなホテルは、緑と水と光のホテルをコンセプトにしています。外観に豊富な緑を立体的に配置し、九州の雄大な自然をモチーフにしており、屋上から白糸の滝をイメージした高さ8メートルの人工の滝が流れています。ホテルのフロア構成は、地下1階から2階に商業施設、3階にフロント、ロビー、カフェ、5階から12階に客室、
最上階の13階にはレストランやバーに加えて天然温泉のスパエリアにプールやジェットバス、足湯、内湯とサウナなどを完備しています。次は福岡東総合庁舎の跡地です。人流、ビジネス、エリア再開発の起点となる次世代オフィスの建設が進められています。新しいビルは博多コネクティットに認定されており、2024年3月に地上12階、地下1階のビルを完成させる計画です。延び床面積は約2万1000平方メートルで、1階にカフェなどの店舗、2階から3階に県税事務所が入り、4階以上が貸しオフィスになります。当初は11階建ての予定でしたが、博多コネクティットで容積率の緩和が適用されたため12階に変更されました。1年後には完成間近のビルが建設されるものと思われます。次は博多イーストテラスです。西日本最大級のボーリング場だった博多スターレーンの跡地にオフィスビルが建設されました。このビルは博多コネクティット第1号案件のビルとして大きく注目されました。現在では博多駅から徒歩4分の立地の良さを生かした筑紫口周辺を代表するビルの一つになっています。地上10階建てで延べ床面積は2万9200平方メートルです。2階から10階はオフィスフロアで、オフィス部分の入居率は9割に達しました。1階にはノルウェーオスロで創業のカフェ&バーフグレンが営業しております。2012年に海外進出第1号店を東京渋谷にオープンし、現在首都圏で4店舗を展開しております。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。